2018年2月20日、消防現像をサクッと読んでいきます。ただいまから読んでいくのは、消防現像第36アラカン。アラカンというとね、昔、アラハーンという映画がありましたけど、あれは何だったんだろう。どの辺がアラカンだったんだろう。と思うことしきりでございますが、まあいいですね。テキストは水野八百子先生、いつもの通りです。道元禅師全集、こちらを見てまいります。消防現像第36アラカン。アラカンというと、一般には菩薩定、声聞定に対して声聞の極化と説明される、極化、極みの、結果。しかし、法華経序文の定義を引いて、大アラカンであり、学仏者、仏を学ぶ者、学仏者の極化とし、第四化と名付けるのが仏アラカンであるとする。諸路すでにつき、また煩悩なく。これは何と読むのじゃ。義理ですかね。己の理っていう、自分の義理のことだと思うんですけれども、義理、語音読みだと孤理ですかね。孤理を体得して、諸々の雨穴を尽くし、心自在を得たり。法華経序文に示されるアラカンの内容を全面的に取り入れていて、声聞の極化という言葉はどこにも出てこない。法華経は岩波で読ませていただきました。岩波はサンスクリット直訳という、触れ込みなんでございますけれども、やっぱりどうしてもこういう引用となると漢訳がですね、来ますので、漢訳もやっぱり読まなきゃいけないなという気持ちになっております。はい、先にサクサクいきます。諸路、諸々の漏れるもの、諸路、つまりイコール煩悩ですね、についても、これはも何て言うんだ、没平波黙釈、多分なんか多分違う読み方があると思うんですけど、没平波黙釈、柄の取れた壊れ機微釈という、アラカンの神通、知恵、禅定、説法、華道、方向を説いて余すところがない。というわけで読んでまいります。消防現像第36アラカン。注釈、いきなり注釈からいきます。アラカン、アラカン科は一般には声聞の4科、四科の極み、極意とされるが、ここは仏十号の多く、まさに、供すべき、多くと同じく学仏者、仏教を学ぶ者の極化であり、自己の正体である四大五運がアラカンであることを説く。まあいつもの論法でございますか。原文、諸路すでにつき、また煩悩なく、孤理を体得して、諸々の雨穴と尽くし、心自在を得たり。現代語訳、諸々の煩悩がすでに尽きて、さらに煩悩がなく、義理に到達し得て、諸々の生死の家宝としての宇と貪瞋痴の煩悩がなくなり、心は自在を得ている。おっと、タキいらっしゃいませ。おっさん、ありがとうございます。お元気ですか？タイはどうでした？原文、これ大アラカンなり、学仏者の極化なり、大師家と名付く仏アラカンなり。現代語訳、法華経序文でいうこれが大アラカンであり、学仏者、すなわち仏道を学ぶ者の極化、すなわち頂点を極めた。頂点を極めようじゃないの。どうでもいいですね。はい。頂点を極めた家宝である。夜一来普賢の先の第四化と名付けるのであり、仏アラカンである。あ、タイは来月。あれ？そうだったんだ。ごめんごめん。勘違いしてた。それよりさっちゃんが帰ってきましたよ。また面白いことができるといいですね。昨日からですね、高山著牛の、滝口入道を読んでおります。とつまちで読んでおります。その次は五重塔、高田露伴の行こうと思ってるので、
さっちゃん主導でね、行こうと思ってますので、またよろしくお願いいたします。それでは、ただいまの時間はサクッと正法眼蔵を読んでおります。原文、諸論は、モッピン派妄想なり。ああ、これ、モッピン派妄想って読むんですね。禅宗の読み方は全然わかりません。没落の没に、絵ですね。柄杓の絵の絵という字。それから、破るという字。それから、きび杓と書いて、妄想、木想。モッピン、モッピン、ほ、木想なり。由来すでに他事なりといえども、偉人な、モッピンの、運心撤収なり。体得、こりは、賃人に出入するなり、人所受けた、人、十法界、不寸蔵なり、心徳自在の隠遁、これを高所自公平、低所自平、高所自公平、低所自底平と三級数、このゆえに、障壁我略あり、自在と一派、深夜全起源なり、無部煩悩な、無部煩悩は、未生煩悩なり、煩悩非煩悩藝という。違う違う。読めないですね。今日どうしたんでしょう。煩悩非煩悩藝を言う。現代語訳。諸論、諸々の漏れたもの。煩悩のことでございますが、諸論は、柄の取れた破れ柄杓である。これを用いてきたことは、多事、すなわち長い年月であったが、個人じゃないですね。偉人ですね。ごめんなさい。すでに尽きるですね。あったものが尽きたのではなく、木品じゃない、木相、すなわち、きび杓の全身が飛び出したのである。体得こりは、自己の頂、頂き、すなわち、真骨頂に出入、出入りすることである。人所受けつ、ことごとく、もろもろの、有無の有に結ぶ。人所受けつは、煩悩をなくしたのではなく、人十法界、不寸蔵。僧は、芭蕉の弟子の空の僧ですね。蔵は蔵ですね。あらゆるものが隠れなくあることである。心徳自在の形は、行さんの言う、高所はおのずから公平、低所はおのずから底平、低く平らかと三級する。こういうわけで、南陽越中が、ご仏心のことを言った、障壁画略。また難しいですね。障壁、垣根と壁ですね。画略は、瓦礫ですね。がある。自在というのは、看護の言った深夜全起源である。無福煩悩は、煩悩がなくなったのではなく、未生の、まだ生じない煩悩であり、法眼の非眼義で言えば、煩悩が煩悩に邪魔されて煩悩ばかりになっていることを言うのである。いろいろ引用がされてるんですけど、なかなか分かりにくいですね。この注釈を読んでもちょっと分からないですね。先に行きます。原文、あらかんの神通、智慧、禅定、説法、戒道、方向等、さらに戒道、顛磨等の論に等しかるべからず、見百物世界、見百物世界等の論、必ず凡夫の見解に準ずべからず、小意、右周知、違う、小意、右周知、寛裕、周、周、ふふふ、寛裕、知、周、右の道理なり、入涅槃な、あらかんの、入見調理の暗号なり、このゆえに涅槃妙心なり、無為必所なり、入鼻腔のあらかんのを、真あらかんとす、いまだ鼻腔に、鼻腔に出入せざるはあらかんにあらず。現代語訳、
この阿羅漢の神通、知恵、禅定、説法、華道、方向等は全く下道、天魔等の論ずるところと等しいはずがない。阿羅漢は百物世界を見る等の論議も必ず凡夫の考えに準じてはならない。南仙が言ったいわゆるいわゆる違うや、南仙が言った正意右手地難しいですね。正意右手地は、正はまさにですね、将軍の将に曰くという字に、うは個人、小馬北風、コバは北風になんとかのこうですね。何のこっちゃ。主はヒゲという字に、七は赤ですね。それから寛有七種、寛有さらにあるですね。赤ヒゲの子つまり南仙が言った正意右手地寛有七種、すなわち子、すなわち西方の外国人の髪が赤いと思っていたが、さらに、赤ひげの子がいた、外国人がいたという道理、すなわち具体的な筋道である。阿羅漢の入涅槃は、阿羅漢が自己の握り拳のうちに出入するのである。こういうわけで涅槃明心であり、無為秘書、すなわち逃げようとしても逃げる場所がないのである。いいことを言うじゃないか。逃げようとしてね、場所を探してもね、逃げる場所なんかありはしないんだよ。自己の鼻孔に、鼻の穴に入ることを真の阿羅漢とするのであって、自己の鼻孔に出入りしないのは阿羅漢ではない。原文、古く曰く、我ら今日真阿羅漢なり仏道生をもって一切をして聞かしむ。現代語訳、古く言われている、我らは今日真の阿羅漢であり仏道の声をもって一切に聞かせる。原文、今了一切門という修士は、了一切諸法仏性なり、兄ただ諸仏牛弟子のみを古年千夜、有七有地有皮有肉有骨有髄のやから皆聞かしむるを了一切という。有識有知と一派、国土草木、障壁が略なり、洋楽浄水、障子古来、皆もんじゃなり、もんじゃっていうと、もんじゃ焼きをもどうでもいいですね。異物同生、両一切門の由来は、雲海を二根と三逆するのみにあらず。現代語訳、ここで、両一切門という修士、すなわち大切な意味は、両一切諸法仏性、すなわち一切諸法を仏性とするものである。どうしてただ諸仏および仏の弟子だけを取り上げることがあろうか。いや、ありはしない。有識有知、有皮有肉、有骨有髄いいですね。識知があり、皮肉骨髄がある者どもに皆聞かせるのを了一切というのである。有識有知というのは、国土草木、障壁画略である。樹木のように由来で葉が落ち生水し、生じ去来するものがすべて聞くのである。異物同生、了一切門の由来、すなわち寄って来たるところは、今回、今はですね、三髄に群ですね、五回十二所十八回のすべてを二根として三学するだけではない。原文、釈迦牟尼仏の玉悪、もし我が弟子自ら阿羅漢白子仏となりと言って、諸仏如来のただ菩薩のみを狂気したもうことを知らず、聞かずんば、これ仏弟子にあらず、阿羅漢にあらず、白子仏にあらず。現代語訳、釈迦牟尼仏が言われた、もし我が弟子で自ら阿羅漢白子仏だと思って
諸仏如来はただ菩薩だけを教化なさることを知らず聞かないのならば、これは仏弟子ではなく、アラカンではなく、白紙仏ではない。原文、仏言の断教化菩薩寺は、我牛実法仏内能是寺、すなわち我及び実法仏、今しよくこのことを知るなり。現代語訳、仏の言われた断教化菩薩寺は、このまま読み下すと、ただ菩薩を教化することですね。法華経の方便本の我牛実法仏内能知世寺、すなわち我と実法仏とのみよくこのことを知るのである。原文、唯仏与仏内能宮人諸法実相、すなわちただ仏と仏とのみ今しよく、諸法の実相を求人すなり。現代語訳、唯仏与仏内能宮人内能宮人諸法実相、すなわちただ仏と仏とのみよく諸法の実相を空人するのである。原文、あのくたら三脈三菩提なり、しかあれば菩薩諸仏の寺院も寺院あらかん白紙仏舎に一斉なるべし、そのゆえいかん寺院、すなわち門地諸仏如来探教家菩薩寺なり。現代語訳、あのくたら三脈三菩提、すなわち仏の無上菩提である。そういうことであるなら、菩薩諸仏の自ら思うことも、自らアラカン、すなわち、自らアラカン白紙仏と思うことと同じであるはずである。その理由はどういうことか。自ら思うことが取りも直さず、諸仏如来はただ菩薩だけを教化なさることを聞き知ることである。原文、古く曰く、声聞経の中にアラカンを生じて名付けて仏寺となす。現代語訳、古く言われている声聞経の中ではアラカンを称して名付けて仏寺、すなわち仏の境地とする。原文、今の道じゃこれ仏道の称名なり、論辞句句の説のみにあらず仏道の通記なり、通記あり、アラカンの生じて仏寺とする道理をも参学すべし、仏寺を生じてアラカンとする道理をも参学すべきなり、アラカン家のほかに一人一方の情報あり、言わんにゃ三脈三菩提あらんにゃ、あのくたら三脈三菩提のほかにさらに一人一方の情報あらず、言わんにゃ思考しかあらんにゃ。現代語訳、この言葉はこれが仏道の証明である。論理、すなわち論部の研究者が心の内で思い計る説だけではなく、仏道の通規、すなわち全体に通ずる決まりがある。ここからアラカンを称して仏寺、すなわち仏の境地とする道理、すなわち具体的な筋道をも参学しなさい。仏寺を称してアラカンとする道理をも参学しなければならない。アラカン家のほかに一人一方の常用、すなわち余分な方はない。ましてや三脈三菩提、すなわち仏の小等学があろうか、いやありはしない。あのくたら三脈三菩提、すなわち仏の無常小等学のほかに全く一人一方の情報はない。ましてやアラカン家のほかに思考しかがあろうか、いやありはしない。原文、アラカン短大諸法の小等陰文字、この諸法まことに八両にあらず、半銀にもあらず、不是心、不是仏、不是物なり、仏言や諸不権なり、八万号の前後を論ずべからず、決水眼税の力量を参学すべし、情報は運法上なり。現代語訳、アラカンが五運十二所十八回の諸法を担ってくる、まさにその時は、この諸法は八両でもなく半銀でもない、何せの言った不是心、不是仏、不是物である。これ心にあらず仏にあらず、
ものにあらずですかね。仏言や諸不見、すなわち仏言も見ることもはできない、仏言仏の目ですね、である八幡光という長時間の禅を論議してはならない。如上禅師の言った達磨の瞳をえぐり出す力量を参学しなさい。情報は根本、すなわち禅情報である。原文、釈迦牟尼仏の玉枠、この諸々の菊、菊に自らすでにあらかんの得たり、これ最後、最後人なり、苦境涅槃なりと思うて、すなわちまたあのくたら三脈三菩提をしぐせざらん、まさに知るべし、支配みなこれ、増上万人なり、ゆえいかんとなればもし菊あって、実にあらかんを得て、もしこの方を信ぜざらん、このことありあることなけん。現代語訳、釈迦牟尼仏が言われた、この諸々のビクビクには自らすでにあらかんかを得ており、これが次の章には仏になる最後心であり、苦境の涅槃であると思って、その上さらにあのくたら三脈三菩提を求めない、まさに知りなさい、この者どもは皆増上万人である。どういうわけかといえば、もしビクがいて真実にあらかんを得て、もしこの方が前方であることを信じないのならば、そういう道理はないであろう。原文、いわゆるあのくたら三脈三菩提を能言するをあらかんと称す。必信司法は付属司法なり、丹田司法なり、首相司法なり、実徳あらかんな、税最後人苦境涅槃にあらず、あのくたら三脈三菩提を死ぐするがゆえに。しぐあのくたら三脈三菩提は老眼税なり、壁面長座なり、面壁還元なり、変界なりといえども、神出鬼没なり、漢字なりといえども、五感陶器なり、核のごとくなるをしぐあのくたら三脈三菩提という。このゆえに、しぐあらかんなり、しぐあらかんな、宿足反足なり。現代語訳、ここに言われるあのくたら三脈三菩提を能言する人をあらかんであると実証するのである。必信司法は付属司法、すなわちこの方を付属するであり、丹田司法、すなわちこの方を自己から自己に丹田するのであり、首相司法、すなわちこの方法を首相するのである。実徳あらかん、すなわち真実にあらかんを得ることは、これ最後心苦境涅槃ではなく、真あらかんは限りなくあのくたら三脈三菩提を求めるからである。あのくたら三脈三菩提を死具するのは老眼税、すなわち仏の眼税、瞳をですね、使い尽くすことであり、壁面に長座、座ることですね、であり、面壁座禅して仏の目を開くことである。面壁して仏の目を開くことは変界であるけれども、神出鬼没である。工事、すなわち全時間にわたることであるけれども、五感の陶器、すなわち互いの相手のためにしていることである。このようであるのを、しぐあのくたら三脈三菩提という。こういうわけで、しぐのあらかんである。しぐのあらかんは仏法において、宿かゆも十分、飯も十分の修行なのである。原文、カッサン、援護、ずっとこれ看護って読んでた、援護ですね、ごめんなさい、全く分かってないですね。カッサン援護禅師曰く、個人特使の後、新山防止石室に行いて、接客の通すもて、藩のかしぎて苦労こと10年20年、大いに人の世を忘れ、名護人間の者数、
現代語訳、鷹山円悟禅師が言われた。個人は仏法の旨を得て、後深山かやぶきの家石室に向かって、足の折れた金枝で飯を炊く生活をすること10年20年、大いに人間世界のことを忘れ、長く世俗の生活から追い飛ばした。原文。今時あえて格のごとくなるを望まず、ただ名を慎み、後をくらまして本文の守り。この骨立髄の朗突となって、もって自ら諸生にかない、己が力量に従うて自由せん。現代語訳。今はあえてそこまでを望むわけにはいかないが、ただただ世間に名の現れることを慎み、功績を業績をくらまして、自己の本分を守り、一人の骨ごつごつの老僧となって、自ら実証したところにかない、自己の力量に従うて僧としての生命を受容しよう。原文。箜篌を鍾敬し、宿州を融通し、もし与力あらば押してもって人に及ぼし、般若の縁の結び、自己の脚根を錬磨して、純熟ならしめん、まさに高僧侶に一家半家を匹敵するがごとし、同じあることを知り、共に生死を出し、うたた未来を訳し、もって仏祖の神論に奉然、歯と止むことを得ず、僧侶家塾して、押してもって出世し、縁に応じて順適し、人殿を開拓するも、ついに心を悠久に取らず。現代語訳。過去世に積んだ仕業の結果を消し去り、前世からの習わしとなってきた生き方を融通させ、もし余力があったら他人にまで押し及ぼし、般若すなわち仏の知恵の縁を結び、自己の足元を鍛錬し、錬磨して純粋に成熟したものにしよう。それはまさに荒涼たる草原の中に一人か半分の本物を掘り出すようなことである。そういう一人か半分の人がいたら、同じように真実のあることを知り、共に生死を突落し、転じてはいよいよ未来の人に法益を与え、法薬を与え、それによって仏祖の真言に報いよう。ちょっと追い越した感が。ちょっと追い越した感が、それとも、ちょっと分かんなくなったんで、ちょっと適当なところから読み直しますね。原文。もし余力あらば、押してもって人に及ぼし、般若の縁の結び、自己の脚、読みましたね、ここね。いいのか。またその上で、ここはやむことを得ず、これだな、旗やむことを得ず、僧侶家塾して、押してもって出世し、縁に応じて順適し、人殿を開拓するも、ついに心を悠久に取らず。ここまで読んだかと思うんですが、またその上でやむことを得ず、僧侶を霜や露をしのいだ結果が熟して、人に押されて世に出で法を説くようになり、縁に応じて従って、人間界天上界の人を導くことがあっても、最後まで心に求めることがあることはしない。原文。いかに言わんにや、既世に縁し、流俗の足となって、虚子煩悩欺き性を並みし、利を貪り名を謀り、無限の業をなさんにゃ、たとえ機縁なからにも、ただ各種都政ど同棲して、また豪華なき真の出陣の羅漢ならん、
ここまでが引用文ですかね。現代語訳。ましてや貴族階級の勢力によりかかり、流俗亜視、すなわち世間並みのいい加減な僧となって、虚子で、すなわち動作で凡人を欺き、少尉の人をないがしろにし、利益をむさぼり、名声の上がることを図り、無間地獄に落ちる原因となる仕業をしようか、いや、そんなことはしない。よしんば法を継ぐ。弟子もないとしても、ただこのようにして生活して豪華、すなわち自己の仕業の結果に苦しむことなくて過ごすならば、真の出陣の羅漢であろう。原文、しかあればすなわち資金本事義の納奏。これ、真出陣羅漢なり、羅漢の正僧を知らんことは格のごとく知るべし、聖典の論辞等の言葉を設けすることなかれ、当時の援護前辞は正殿の着手ある仏祖なり。現代語訳、そういうことであるからして、今の本物の那僧、すなわちダルマ門下の僧は、脳は脳への脳ですね、突と普通は読むのかな、真の出陣の羅漢である。出陣、地理を出た。ですね、羅漢の正僧すなわち本体とその姿を知ることはこのように知りなさい。インドの論辞すなわち論文の研究者等の言葉をみだりに推し量ってはならない。中国の援護前辞は正殿の着手すなわち正当な跡継ぎのある仏祖である。なんかこの訳でいつも正僧っていうところを正性質の性に相談の僧で本体とその姿というふうに訳しているのが気になるんですけど、これは前週のテクニカルターンではこういうふうに訳すのが普通なんでしょうかね。ちょっと我々と感覚が微妙に違う、微妙にというかかなりちょっとそうですね、誤解をしてしまいそうで怖いですね。まあどうでもいいですね。続きいきます。また引用文だ。原文、原に微絶身に、おのおの一切生む処方に頓然せず、これを樹児宿下と名付け、また鹿と名付く。現代語訳、広州百条山第一禅寺、絵界が言われた、原に微絶身いは、それぞれ一切生むの処方を頓然しない。これを樹児宿下と名付け、また鹿と名付ける。原文、資金の自他に関われざる原に微絶身に、その長身微身計り極むべからず、このゆえに運心おのずから頓然なり、運一切処方に、不頓然なり、樹児宿下おのずからの、運心を不頓然という、これをまた鹿と名付く。鹿は羅漢なり、現代語訳。今の自他に関われない、原に微絶身には、その初めから終わりまでの本物を、長身、微身。この言い方面白いですね。頭が正しい、尾も正しいと書いて、長身、微身、すなわち初めから終わりまでの本物を、推し量り、極めることはできない。こういうわけで全身それ自体が不頓然、すなわちむさぼり執着するところはないのであり、すべての一切有無の処方に対し不頓然である。樹児宿下はそれ自身のすべてのすべてを不頓然というのであり、これをまた鹿、4つの結果、4つの悟り、境地ですね、4つのステージと名付ける。鹿は羅漢か、羅漢である。原文、鹿あれば資金現状の原に微絶身意、すなわち羅漢なり。広本、相末、おのずから手、長突なるべし、死と老漢なるは、樹児宿下なり、すなわち鹿なり。長鎮長地、全体現状、さらに死後の色をあらざるなり。現代語訳、
そういうことであるから、今現状している現にびぜしん意は、とりも直さず、あらかんである。木を組み立て、末を、木じゃないですね、元、本を組み立て、松を集める。それ自身全体を通り抜けているに違いない。通り抜ける、超脱。透明人間の透に脱力の脱ですね。通り抜けているに違いない。死と老漢、すなわち初めて、堅牢の席に至るとは、呪事宿下であり、四句の下を呪事する、受けたもつ。取りも直さず、死か四つの結果である。頂上を通り抜け、そこを通り抜け、全体が現状しているのであって、その他に死後、すなわち糸筋一本、獣の毛一本の残りはないのである。原文、一興自定同主戦、祖母三道、いわゆる、羅漢凡にあるや、諸法彼をして経営せしむ、羅漢小にあるや、諸法彼をして下脱せしむ。現代語訳、詰まるところを言うにはどのように言おうか。言うところは、羅漢が凡夫にあって、四大五運十八回の諸法が羅漢と一つになっている。羅漢が衝動を称した聖人としてあるときは、諸法が羅漢を下脱させている。原文、すべからく知るべし、羅漢と諸法と同算なり。すでに羅漢、あらかんを称すれば、あらかんになぞらえる。ゆえに、空王以前の老賢となり。現代語訳、ぜひとも理解しなさい。羅漢と諸法、すなわち四大五運と同算である。すなわち同じ修行をしている。諸法がすでにあらかんと実証すれば、あらかんと一体である。ゆえに、過去空王に世に出た空王、すなわち仏、以前からの老賢と、老賢と、すなわち年老いた自己の握り拳である。空王以前、うんぬんですが、空王は過去空王に世に出た仏、空王というのは、世界を四つのこう、時期に分けるときに、世界が全く消滅してしまって何もない状態、次の上後作られていく段階に至る間のこと。以上、消防現像アラカン第36、時に任治3年、西暦1242年、水の塔虎の年、5月15日、陽州宇治の氷、観音通り、高所法輪寺に従して衆に示した。元治元年、西暦1275年、6月16日、これを書写した。以上、消防現像第36、あらかん、終わる。なんとか、今日のパートは少し短かったですね。でもなんかね、ちょっとね、こう読んでいてね、愕然とするのがですね、昨日ね、たまたま滝口入道というのを読ませていただいたんですけれども、自分で、納得のできる読み方ではもちろん全然ないんですけれども、2年ぐらい前にね、平家を読んだのが、そういえば読んだことあったなと思って読んでみたら、それを読んだのをちょっと聞き返したら、すごく朗読が荒くなっていたのを気づいてね、もうちょっと丁寧に読まないとなと思いました。ダメですね。なのでちょっと今もね、だらなんかこう荒い読み方をしているような気がいたします。次はもうちょっとまともに読もう。次は37番目は春秋というところですね。春秋、春、秋の春秋でございます。お、ここは短いですね。短いといっても、あと20分で読むことができる程度ではございませんので、今日はここまでにしますかね。それではまた後ほど。ありがとうございました。ごきげんよう。